何も考えてなかったよ。自尊心？罪の意識？今やったらちょっとはわかるけどな。あん時はただ力に任せて女を恥ずかしめたり、感情のままに殴ったら子供が動かんようになったりした。牢屋にぶち込まれてな、寝ても覚めても真っ暗な空間で、反省なんかせえへんけど、知らんということが罪なのかなとは疑ってみた。全然分かってなかったやん。大切なことを知ろうともせんかった。情けなくて恥ずかしくて、これが自分やなんて受け入れられへん。俺はそのまま牢屋で死んだ。このまま何もできんと死ぬんか、嫌やな。心臓を患い僕は寝たきりです。軽蔑されてる気がして人の顔を見ることができません。感じないようにして過ごしました。勉強は好きでしたから、成績はクラスで一番でした。特に言葉、それから物事を分解したり構築したり、考え方そのものを学ぶことが楽しくて楽しくて仕方ありませんでした。僕は本当は健康だったんです。病気のふりをしていたら実際に病気になってしまいました。戦争には行きたくない。あんなやり方で無駄死にするなんて絶対嫌や。寝てしまうんです。病気です。何にも知りたくない。とてもじゃないけど怖くて怖くて。日本は負けて戦争は終わりました。同級生は誰も帰ってきませんでしたし、空襲で何もかもなくなりました。僕は青春を取り戻そうと必死で頑張りました。晩年、言葉を教える仕事に就くことができて、若い生徒に随分慕われました。お葬式にはたくさんの人が来てくれて嬉しかったです。僕は幸せでした。しかし
嘘ついて生き残ったっていうのは最後まで誰にも言えず心は重たく固まり寂しかったです。私は音楽が大好きでした。大人になったある日、突然やり場のない気持ちが歌になって溢れてきたんです。とにもかくにも形にして外に出すという作業を繰り返し繰り返し、みんなのおかげで心は開けるようになりました。人生